はい、皆さん、毎度毎度。昔、お客様の言う通りに切ったら変な髪型になり、鏡を見て2人で固まりました。はい、しばちゃん先生、毎度毎度。まあ、今だったらそういうことないよね。昔って書いてあるからね、若い頃だよね。やっぱ応用ができない時ってね、そういうのあるよね。言われた通り切ったら本当に変なになっちゃう。で、大体そういう時ってのはね、多分ね、レイヤーが入ってないとか、重いとかっていう問題だよね。ただ、長さ切っただけでザルかぶったみてえな頭とかってよく言うよね。まあそういう時ね、お客さんっていうのはね、あんたプロでしょと怒られましたって言ってて、お客さんもね、自分で言ったのにね、そんなの忘れてね、棚にあげてね、人になすりつけるっつうの？まあ普通だよね。女の人普通の、まあ性格だよね。それ以来ある程度誘導して切るようになりました。この誘導っつうのがね、ある程度長めに切り残すってのが入ってる気がするんだよね。まあそれがね、経験とともにね、分かってくんでね、ちょっと長めに切っておくっつうの。それで様子を見てね、やっぱり悩むからもう一回切り直すんだけど、やっぱり2ヶ月おき、3ヶ月おき以上に来る方はね、一発でね、いい長さに切るってのはなかなか難しいね。もう何年も来て、大体パターン化してる人だったら、まあうまくいくこともあるけどね、大体やっぱり一発目でビシッとその長さまで切んないよね。ちょっと長めにしておくってのが、まあやっぱ安全策だよね。やっぱり二度切りになるけども、それを織り込んで、まあいかに手際よくパッパとやるかってことになっちゃうよね。だからね、毎月カットしてる人とね、3ヶ月おき、2ヶ月おき、3ヶ月おきの方はね、ちょっとね、手間がね、1.5倍から2倍かかるって考えた方がいいよね。で、そんだけ毎月カットしてる人ってのは簡単だから、ちょっと割り引いてもいいかなと思ってんだよ、うちはね。だ、料金値上げなんかも据え置きね、毎月切る方はね。はい、柴ちゃん先生もね、カットチェア問題ね、若い頃は椅子に座るとね、かっこつけてるとか生意気だとか言われました。確かにね、うまそうに見えるから。で、先生ってのは忙しくて椅子に座る暇もねえから。だけど若い先生こそやっぱりかっこつけて、どしっと座って腰据えてカットした方がうまそうに見えていいんじゃない？大先生ってのはもうすでにうまいんだから。あ、下手にね、空中切りストロークカットなんかやるより、椅子に座ってどしっと、お客さんの話を聞きながら、まあ、切った方がうまそうに見えるような気するけどね、うちのお兄さんに限っては。だけど、このカットチェアね、忙しくて、椅子なんか座ってらんない先生ってのは、まあ、どんな切り方してんのかね。右側だけ切って、左側切って、右切って、左切ってて、ちょろちょろ動いてっからさ、椅子に座ってる暇ねえんじゃねえの？右だけなら右をしっかり腰据えて切ってから左行きゃいいんだよ。ちょっと椅子座って切れるんだよ。逆に自分を思い出すとね、椅子なしで切ってる時はね、右切って左切ってね、ちょろちょろ動いて切ってたんだよ。で、椅子座るようになってからね、やっぱり腰据えて、ある程度右を切って、そこが終わるまで、ある程度完成するまで動かないようになるべくしてるんだよね。それで左の方を切ると。これやっぱりカットの椅子によってね、仕事の仕方が変わるよね。ってことは、右切って左切ってちょろちょろやってる時ってやっぱり動いてるばっかりで仕事があまり進まないっての？だったら椅子に座って腰据えて、右側だけなら右側だけ終わらしてか、OK が出てから左に移動すると。その方が時間短縮になるような気がするけどね。だけどそんなこと言ったってね、大先生ってのはなかなかね、買ってくんねんだ椅子。だからもうね、腰が痛いと。もう無理と、私。体力の限界ってんでね。そんで言って、椅子、床に傷がつくって言ったら、じゃあムートンの靴下履かせるから椅子にってんで。うちなんかはムートンの座布団、傷んだやつ、あれ切ってね、家具滑らせるとき、ムートンの座布団を下に引いて、ほんで滑らしたんだよね、スーッとね。家具滑るとか言ってね、テフロンもあるけどね、やっぱりテフロンだとちょっと傷つくかなって。でもうちの床なんか傷ついたって構わねえんだけどさ。でもね、一回カットチェアのね、使うカット覚えたらもう戻れないね。カット椅子なしじゃカットできない。ねえ、柴ちゃん先生ね。はい、お疲れ様でした。